広島町の老人ホームの施設長が殺害された事件から今日で23年が経ち、警察が情報提供を呼びかけました。ご自身だけじゃなくても、こう周りの人にまたもっぺんね、ちょっと呼びかけてもろうで、あれでも知っとる人がおりゃ警察の方に情報をちょっと寄せようじゃないっていうことで。2000年に殺害されたのは特別養護老人ホームの施設長合田和明さんで、凶器には刃物が使われました。警察は目撃された不審者2人の似顔絵を公開していて、この1年だけでも県内で似ている人を見たなど6件の情報が寄せられました。情報をもとにまた一個一個を精査したり、残された証拠をですね、また再鑑定したりということでですね、犯人逮捕に結びつけたいと。